オガネソンは元素記号 OG、原子番号118の合成元素である。2002年にロシア連邦ドゥブナのドゥブナ合同原子核研究所でロシアとアメリカ合衆国の科学者の合同チームにより初めて合成された。原子名が決定するまでは一時的な名称として、うんうんクチュームが使われた。2015年12月国際純正応用科学連合と 国際純粋、応用物理学連合の合同作業部会により、4つの新元素の一つとして承認され、2016年11月28日に正式に命名された。オガネソンは、基地の元素の中で最大の原子番号を呼び、原子量を持つ。放射性を持ち非常に不安定であり、2005年以降、わずか5つの 294OG しか検出されていない。 このため、その性質や可能な化合物等の特徴を調べる実験はほとんど行えていないが、理論計算により驚くべきものも含め多くの予測がなされている。例えば、オガネソンは第18属元素であるが、この属の他のすべての元素と異なり、非常に反応性が高い。かつては標準状態では機体であると考えられていたが、現在はいろいろな説があり、 個体であると考えられている。周期表上では、P ブロック元素であり、かつ第七周期元素の最後に位置する。伝統にのっとり科学者を称えて命名され、この元素の場合は、重本素の発見で、主導的役割を果たした、各物理学者のユーリー・オガネシアンにちなんだ名前が、付けられた。存命の人物にちなんで元素が命名されたのは、シーボーギウムについでに例名であった。なお、 語尾が、女のは、ヘリウム以外の、第18属元素の語尾が、オンで終わっているため、それに習っている。原子番号118番の元素について、最初に真剣に考えたのは、デンマークの物理学者、ニールス・ボーアであり、1922年に、その元素は、周期表情で、ラドンの下、七つ目の気ガスとなるであろうと記している。このドイツの学者 W、 アレスタイド・フォン・グロッセが1965年に118番元素が持ち得る性質について予測する論文を書いている。これらは極めて初期の予測であり、1922年には元素の人工合成の方法について知られていなかったし、1965年には安定の島の存在は理論化されていなかった。ボアの予測から80年経ってオガネソンの合成には成功したが、 それが、ナドンのより重い盗賊体として振る舞うかどうかと、科学的性質についてはまだ調べられていない。1998年末、ポーランドの物理学者 W ロバートスモーラズックは、オガネソンを含む超乱元素の合成のための核融合反応の計算結果を論文として公表した。彼の計算では、慎重に制御された。 条件下で鉛をクリプトンと融合することでオガネソンを作ることができ、その反応の融合可能性はシーボギウムを生成する鉛クロムの反応と同程度であるというものであった。これは鉛、またはウィスマスをターゲットとした反応弾面積は生成する元素の原子番号の増加とともに指数関数的に減少するという予測と矛盾するものであった。 1999年、ローレンス・バークレー国立研究所の研究者が、この予測を用いて、リバモリウムとオガネソンを発見したとフィジカルレビューレターズ誌で発表し、そのすぐ後にサイエンス誌でその結果が報告された。この研究者は以下の反応が起こったことを報告した。翌年、他の研究所も、ローレンス・バークレー国立研究所自体も、 その結果を追試できなかったことが明らかになった後、この論文は取り下げられた。2002年6月、ローレンス・バークレー国立研究所長は、これら2つの元素の発見を最初に主張したのは、ビクトル・ニノフの鉄造したデータに基づいていたと発表した。より新しい実験結果や理論予測は、やはり鉛やビスマスをターゲットとした反応弾面積は、 生成する元素の原子番号の増加とともに、指数関数的に減少することを裏付けていた。オガネソン原子の崩壊が、真に最初に観測されたのは、2002年、ドゥブナ合同原子核研究所であった。アルメニア出身のロシアの核物理学者、ユーリー・オガネシアンに率いられたチームには、ローレンス・リバモア国立研究所のアメリカ人科学者も、含まれていた。 オガネソン294の崩壊エネルギーが超ン元素の合成の際に作られる一般的な不純物であるポロニウム212メートルのものと一致しているためこの発見はすぐには発表されず2005年により多くのオガネソンを作った確認実験が行われた後にようやく発表された2006年10月9日には カリフォルニウム249原子とカルシウム48イオンの衝突により、合計3つのオガネソン原子核を間接的に検出したと発表した。オガネソン294の放射性崩壊経路。親同位体と各々の娘同位体ごとに、崩壊エネルギーと半減期が示されている。自発核分裂は緑で示されている。非常に起こりにくい融合反応であるため、 この実験には4ヶ月の時間がかかり、2.5019個ものカルシウムイオンを含むビームが用いられた。しかし、この検出がランダムな出来事である確率は10万分の1以下であると推定されていることから、この結果は偽陽性ではないと信じられている。実験では、3つのオガネソン原子のアルファ崩壊が観測された。 直接の自発核分裂による4番目の崩壊も提案されている。半減期は0.89ミリ秒と計算されており、オガネソン294はリバモリウム290に崩壊する。まだ3例しか観測されていないため、観測結果に基づく半減期には0.89プラス1.07、0.31ミリ秒という大きな不確実性がある。 オガネソン294の同定は、キュリウム245とカルシウム48イオンを衝突させて作ったリバモリウム290と崩壊系列が一致するかどうかを確認することで行われる。崩壊性生物のリバモリウム290は非常に不安定で14ミリ秒の半減期でフレロビウム286に崩壊し、さらにこれも自発核分裂するか、 コペルニシウム282にアルファ崩壊する。さらにこれも自発核分裂をする。トンネル効果モデルでは、オガネソン294のアルファ崩壊の半減期は0.66プラス0.23、0.18ミリ秒と予測され、実験的な窮地は2004年に公表された。理論的な窮地の計算では、いくらか小さかったが、ほぼ同等の値であった。 2015年12月、IUPAG とヨーパップの共同作業部会は、元素の発見を確認し、ドゥブナ合同原子核研究所とローレンス・バークレー、国立研究所の共同チームに発見の優先権を与えた。これは、2009年と2010年の2度にわたり、オガネソン294の孫生成物のフレロビウム286の特性を、 ローレンス・バークレイ国立研究所で確認したことと、その他のオガネソン294の崩壊系列を2012年に、ドゥブナ合同原子核研究所で観測したことを考慮したものである。この実験のゴールは、バークリウム249とカルシウム48の反応により、テネシン294を合成することであったが、バークリウム249の寿命の短さのために、 公性生物のカリフォルニウム249が大量に生成し、その結果、テネシンの代わりにオガネソンが合成された。2015年10月1日から2016年4月6日まで、ドゥブナ合同原子核研究所では、より重いオガネソンの同位体であるオガネソン295やオガネソン296を作るためにカリフォルニウム249、 カリフォルニウム250、カリフォルニウム251の同位体混合物をターゲットとして同様の実験を行った。ビームエネルギーは252メブと258メブが用いられた。低いビームエネルギーの方に一原子のみ観測され、崩壊系列はすでに観測されたオガネソン294のものと一致した。 高いビームエネルギーの方は何も観測されなかった。セクターフレームのノリがターゲットを覆って、蒸発残砂が検出器に達するのを妨げてしまったため、この実験は中止された。この実験は2017年にも行う計画である。2011年、ドイツのダルムシュタットにある重イオン研究所が120番元素を合成する目的で、キュリウム248と、 クロム54の反応を行っていたところ、一原子のオガネソン295が観測されたが、実験データの不確実性により、得られたものが、ウンビニリウム299か、オガネソン295かは確定できなかった。このデータからは、オガネソン295の半減期は、オガネソン294の0.7ミリ秒より長い181ミリ秒で、あることが示唆された。 118番元素は合成元素発見パイオニアであるユーリー・オガネシアンにちなんで名付けられた。2017年12月28日にはアルメニアでオガネシアンと OG294 の崩壊系列を描いた切手が発売された。未発見元素に対するメンデレーエフの命名法に基づきエカラドンという名称でも知られる。1979年 IUPAC は未発見の元素に系統名を与え、発見までの間、118番元素は、ウンウンオクチゅうと呼ばれ、ウーオという記号で表されることが勧告された。これは、科学の授業からテキストまで広く使われたものの、科学者の間では、元素118と呼ばれ、E118 や単に118という記号で表されることがほとんどだった。 2002年の論文取り下げまでローレンス・バークレー国立研究所では研究所を率いたアルバート・ギオルソにちなんでギオルシウムと名付けるつもりであった。ロシアの研究者が2006年にその合成を報告すると新元素の発見者が名前を提案する権利を持つという一クの勧告に従い命名権を得た。2007年ロシアンインスティチュードの所長は ドゥブナの研究所の創設者であるゲオルニー・フリョロフに、ちなんだフレロビウムと、研究所の位置するモスクワ州にちなんだモスコビウムの二つの、名前の候補があると述べた。彼はまた、この発見がターゲットのカリフォルニウムを提供した、アメリカ側研究者の協力によるものだったとしても、ドゥブナ合同原子核研究所内のフリョロフ原子核反応研究所は、この結果を導けた世界で、 唯一の施設であったことから、この元素にはロシアにちなんだ名前を与えられるべきで、あるとも述べた。これらの命名案は後に114番元素と116番元素にも提案されたが、116番元素の名前は結局、リバモリウムに決まり、モスコビウムという名前は115番元素に再度提案されて承認された。伝統的に発見時に、 気ガスであることが知られていなかったヘリウムを除くすべての気ガスの名前には語尾にオンがついている。しかし発見が承認された当時の IUPAC のガイドラインでは伝統的に語尾が陰のハロゲンも気ガスも含め新元素の名前の語尾はイウムとすることが要請されていた。系統名のウン,ウンオクチムはこの慣習に従っていたが2016年に公表された新しい IUPAC の勧告では、その性質が、気ガスであるかどうかに関わりなく、18族の元素の、名前の語尾は、オンとすることが推奨された。2016年6月、IUPAC は、発見者のチームはこの元素の名前について、60年に、渡り超ウーラン元素の研究のパイオニアである、ロシア人核物理学者のユーリー・オガネシアンにちなんで、 オガネソンと名付ける意向があると発表した。この名前は2016年11月28日に公式なものになった。モスコビウム、テネシン、オガネソンの命名式典は2017年3月2日にモスクワのロシア科学アカデミーで行われた。オガネソンは安定の島の少し上にあるため予測よりも若干安定である。キュリウム以降の各種の安定性は 原子番号の増加とともに急激に減少する。原子番号101以降のすべての同位体は半減期30時間以内に放射性崩壊する。鉛以降の元素は安定同位体を持たない。これは、陽子の空論力が大きくなり、長い時間自発核分裂が起こらないように強い力で原子核を結びつけておくことができなくなるためである。計算によると、 他に安定化因子がない場合には、103以上の陽子を持つ元素は存在できないことになる。しかし、1960年代の研究者は、陽子114個、中性子184個に近い原子核は、この不安定性を弱め、半減期が数千年から数百万年に達するということを提案した。まだ科学はこの島までたどり着けていないが、オガネソンを含む、 超重元素の存在によりこの安定効果が真実であることが確認され、基地の各種も予測される島の位置に近い原子核ほど指数関数的に長い寿命を持つ。オガネソンは放射性を持ち、半減期は1ミリ秒以下であるが予測される値よりは大きく、この島の安定性の考えを補強するものである。トンネル効果モデルを用いた計算により、 アルファ崩壊の半減期が1ミリ秒に近く、中性子の多いオガネソンのいくつかの同位体の存在が予測されている。他の同位体の合成経路や半減期の理論的計算によると、おそらく質量数293,295,296,297,298,300、29 29 29 29 302 30等のいくつかの同位体は合成された。 質量数294の同位体よりも若干安定であることが示される。これらの中で質量数297の同位体は長寿命の各種を得られる期待が最も大きく、この元素の将来の研究の焦点となっている。さらに多くの中性子を持つ質量数313近辺のいくつかの同位体も長寿命を持つ可能性がある。 これらのより重い同位体によりオガネソンの科学的性質の解明が期待されることから、ドゥブナ合同原子核研究所は2017年始も半期にカリフォルニウムの質量数が249,250,251の同位体の混合物をターゲットとして、質量数が295と296のオガネソンを作る実験を行うこととしている。 この実験は、オガネソン297の同位体を得るために2020年にも再度行われる。この反応で、オガネソン293と分裂性生物のリバモリウム289の生成も可能である。キュリウム248とチタン50の衝突による質量数295と296のオガネソンの生成は、2017年から2018年に、 ドゥブナ合同原子核研究所と理科学研究所で予定されている。オガネソンは原子カレーの18属元素であるが、一般的に18属元素は最外核の S 軌道と P 軌道が8つの電子で埋まっているため、ほとんどの化学反応に対して不活性である。オガネソンの場合も、同様に 7S27P6 の値電子配置の平角を持つと考えられている。 その結果、平角構造を持つ、気がす、特に周期表の直上にあるラドンと似た性質を持つと考えるものもいる。周期表の傾向からは、オガネソンは、ラドンよりも若干反応性が高いと考えられるが、理論計算ではかなり反応性が高いことが示される。さらにオガネソンは、それぞれ、鉛や、水銀のより重いホモログであるフレロビウムや、 コペルニシウムよりも反応性が高い可能性もある。オガネソンがラドンに比べて高い反応性を持ち得るのはエネルギーの不安定性と 7P 小軌道の放射方向への膨張のためである。より正確には 7P 電子と不活性な 7S 電子の間のスピン軌道相互作用がかなり大きく、オガネソンの閉角の安定性が著しく低下するからである。また、オガネソンは 他の気ガスとは異なり、相対的に安定化された 8S のエネルギー順位と、不安定化された 7P3-2 のエネルギー順位のため、正の電子神和力を持つ。オガネソンは、ラドンのほぼ2倍に相当するかなり幅広い分局率を持つ。他の気ガスから推測すると、オガネソンの沸点は 320K から 380K と推定され、これは予測されていた 263K。 または 247K という値とはかなり異なる。計算には大きな不確実性があるが、おそらくオガネソンは標準状態では、気体ではなく、固体であると推測される。もし標準状態で気体であるとすると、他の気ガス同様単元式体であるにもかかわらず、最も密度の濃い気体の一つということになる。その高い分極率のため、 非常に低いイオン化エネルギーを持つと推測されている。4フッカキセノンは平面四角形型の分子構造を持つ。4フッカオガネソンは四面体系の分子構造を持つと予測される。唯一確認されている同位体オガネソン294は半減期が非常に短いため、科学的な性質は実験的に調べられていない。同様の理由で、 オガネソンの化合物はまだ合成されていない。ただし、理論的な化合物の計算は1964年から行われてきた。元素のイオン化エネルギーが十分に高いと酸化は難しくなり、そのため、キガス等の酸化数は通常は0になるが、オガネソンはそうではないようである Never the s d i s a p p e a r s not to be the case. 二原子分子 OG2 の計算では、 化学結合相互作用は Hg2 で計算されるものとほぼ等価であり、また結合解離エネルギーは6キロジュールマイモルで Rn2 の約4倍である。最も著しいのは結合長が Rn2 よりも0.16も短く、結合相互作用が強いことを示している。一方、化合物を実地の結合解離エネルギーは RnH と同程度である。 オジッチ中のオガネソンと水素の間の結合は非常に弱いと予測され、真の化学結合というよりは純粋なファンデルワールス、力とみなしゅーる。一方、電気陰性度が高いことから、例えばコペルニシウムやフレロビウム等よりも安定な原子を作るように考えられる。酸化数プラス2やプラス4を取ると、パ化け物オグフ2やオグフ4が存在し得うる。7P1 二小軌道の結合が強いため、酸化数プラス6の状態は不安定である。これは、オガネソンに異常な反応性を与えているのと同じ、スピン軌道相互作用が理由である。例えば、オガネソンとフッ素分子の反応により、オクフ,フニを形成する反応は106キロカロリー、モルのエネルギーを放出し、そのうち、約46キロカロリー、モルはこれらの相互作用に由来している。 対象的に RN 界2の場合、形成エネルギー4 9ロカロリーモルの内スピン起動相互作用の寄与分は約1 0ロカロリーモルである。同じ相互作用が OGF4 の四面体系分子構造を安定化させている。ZEF4 や RN4 は平面四角形分子構造を持つ。OG 解結合はおそらく共有結合ではなく、イオン結合であり、フッカオガネソンは 不揮発性であると考えられる。グフ,フには、オガネソンの高い電気陽性度のため、部分的にイオン化していると考えられる。他の気ガスと異なり、オガネソンは、塩素と OGCL 結合を形成するのに、十分な電気陽性度をもっと予測されている。ありがとうございます。